2005年ラリーグレートブリテンを走るコリンマクレーのファビア WRC ファビア WRC は世界ラリー選手権に出場するためにシュコダが制作した競技専用車である。シュコダ、オクタビア WRC の後継として2003年第8戦ドイツでデビュー。初戦はトニガルデマイスターとディリエオリオールによりドライブされるが、両者ともメカニカルトラブルでリタイア。 第10戦オーストラリアは11位、12位で完走。ベースとなる市販車は WR カー規定の全長4メートルに満たないため、プジョー 206WRC と同じく大型のバンパーを装着して規定をクリアしている。エンジンはオクタビア WRC から引き継いだリーマンチューンの5バルブヘッドを持つフォルクスワーゲン製。最高出力は300ビット HP。 5500rpm。最大トルクは600ナノメートル 3500rpm。6速シーケンシャルギアボックスは X トラック製とカールソン製の2種類がホモロゲを受け、デビュー戦では全車をオリオール、後車をガルデマイスター用と使い分けていたが、第9戦フィンランドからは X トラック製に統一している。後にパドルシフトを採用。 ディファレンシャルはフロントリアともパッシブ、センターデフはハングオンクラッチ。レイオンモデルからトリプルアクティブデフに変更される。サスペンションは前後ともマクファーソンストラット。レイオンモデルのショックはレーガー製。車体サイズは42770ミ、mm、リ。ホイールベースは2642ミ、mm、リ。車重は WR カーミニマムの1230キログラム。 2003年中盤から参戦したファビア WRC は予算開発不足を露呈し7000出場でドライバーズポイントは0点マニファクチュアラーポイントは3点という完走するのが精一杯という状況であった2004年はさらに予算が削減されてしまいヨーロッパラウンドのみの限定参戦となったエンジンチューナーがリーマンからアウディシュポルトに変わり チェコ側が主体であった開発がアウディ寄りになっていく。ディファレンシャルもトリプルアクティブデフへと変更され、2004年のトレンドとなるスペックを得た。フィンランドでは3代目のファビアオスポット企業の矢にパーソネンが6位、ドイツでガルデマイスターが7位、ツールドコルスでアルミンシュバルツが8位とわずかずつながらパフォーマンスを向上していった。4年は 特例のバリアントオプションで排気系の変更、ウォーターインジェクションの追加など、細かいファインチューンを重ね、5年はフル参戦に復帰。ドライバーは、アルミン・シュバルツとヤンネ・トゥオヒノ、ヤニ、パーソネン、アレックス・ベンゲ、ミッコ・ヒルボネンをイベントによって使い分けている。エアロダイナミクスは、アウギの実験施設を利用して改善され、ターボチャージャーや排気系、駅も変更。 中盤から6速トランスミッションが5速に変更されている。2005年第3戦からレーゴスペックマシンがデビューし、パフォーマンスの向上は見られたものの、ベストリザルトはツールドコルスで、ベンゲが刻んだ6位にとどまる。しかし最終戦オーストラリアでは、コリン・マクレーがステアリングを握り、3つの SS を残し、エンジントラブルでリタイアするものの、終盤まで三菱のハリロバンペラと数秒差の、 白熱したニ位争いを演じ、世界中の WRC ファンを熱狂させた。ラリージャパンでは初めてワークスとして日本の地を踏み、ほとんど輸入されていないため滅多に見ることのできないシュコダ社が走ることも話題になった。シュコダチームが日本のファンのためにファビアの車体にカタカナでシュコダと描いたが、名の濁点が三つになっていた。 レッドブルシュコダのファビア WRC6 年は、レッドブルがスポンサーにつき、アルミン・シュバルツがチームをコーディネート。車体のカラーリングも一新した。ドライバーは、チェコのアンドレアス・エグナーがメインとなり、ジルパニッツィ、ハリロバンペラ、マティアス・エクストロームもチームに加わった。レッドブル以外では、フランソアディバルが、ベルギーのファーストモータースポーツのスポンサードを受けて、出場。 またヤン・コペッキーも自身のチームでプライベート・ファビアを仮出場している。しかし、スペインでコペッキーが5位、デュバルが6位に入賞した程度の成績しか残せず、マシンのパフォーマンスに不満の高まっていたパニッツは、第5戦、ツール・ドコルス直前にチームを離脱。急遽ロバンペラが代役を務めることになるなどの混乱もあり、6年も成績は低迷した。6年は、 レギュレーションの変更により、前年にドライバーズランキングで上位だったドライバーは、アクティブデフなどを使えなくなったため、パニッツィ、ロバンペラ、デュバルは、パッシブデフ仕様のマシンでの出場となり、成績不振につながった。しかし、モンテカルロやカタルニアではデュバルが、SS ベストを刻むなど気を吐いている。2007年は、シュコダチームが WRC より撤退、時期、 ファビアは S2000 マシンとして開発されることになった。ありがとうございます。